エリクソンは、スウェーデンの通信機器メーカー。移動体通信地上固定設備のメーカーとして、著名なほか、スウェーデン国産戦闘機 JAS39 クリペンの電子機器を手掛ける。本社は、スウェーデンのストックホルム。初期の木製電話機。英国ノッティンガムのエリクソンテレ本社製。バーミンガムサイエンスミュージアム像。1876年。 機械工のラーシュマグナスエリクソンが電信機の修理工場を開設する。1896年、LM エリクソン社となる。1930年にはスウェーデンに外資を大量導入したイーバルクルーガーの支配下にあった。移動体通信事業を中心とし、携帯電話の地上固定設備を世界的に展開している。 単独で携帯電話端末を製造していた時期があったが世界最大の端末メーカーであるノキアの構成などによりシェアが低下そのため地上固定設備開発に特化して同分野では世界最大手である現在世界180カ国において50億以上ある全モバイル端末の約40%がエリクソンのシステムを通じて利用されているエリクソンでは 世界17カ国、約19,800名の技術者たちが研究開発に取り組んでおり、年間研究開発費は売上高の約15%に上る。特に GSM は世界の携帯電話の80%以上に採用され、事実上無線通信方式の世界標準技術となっている。現在はワイヤレス BB ネットワーク、有線通信と移動体通信の融合。 放送と通信の融合などを研究、実用化に向けて開発している。2005年、ゼネラルエレクトリックカンパニーのバルク事業を買収した。日本法人は、1992年9月設立のエリクソンジャパン株式会社。本社は、東京都、港区。設立以来、外資系ナンバーワン通信インフラプロバイダーとして1000名を超える専門のスタッフが30社以上に及ぶ。 国内協力会社と連携し、高品質なサービスを実現している。戦略や技術に関するコンサルティングから、ネットワークの構築、保守、運用、教育に至るまで、通信システムの幅広い分野のサービスをワンストップで提供する。エリクソンジャパンは、エリクソン全体の研究開発の中で、サービスレイヤーや無線アクセス分野の研究で成果を上げており、 現在、LTE をはじめとする移動体ネットワークの開発や、ブロードバンドアクセスの導入、オール IP 化やマルチメディア分野のソリューション開発に取り組む。日本では主にソフトバンクと e モバイルに地上固定設備を提供する。携帯電話端末事業は長らく、ソニーとの合弁会社である、ソニーエリクソンモバイルコミュニケーションズが行っていたが、2012年にソニーへ 同社の保有株をすべて売却し、合弁を解消した。ただし、ソニーとの合弁解消後もワイヤレス分野での協業を継続するとしている。福岡ソフトバンクホークスとは2012年度シーズン以降、ヘルメットスポンサー契約を結んでいる。ありがとうございます。